こんばんは。ゲリラ配信です。お、昨日受験終わりました。金曜日に結果出る。お疲れ。休みな、たくさん。今日は私はマレーシアのあなたのファンです。あ、 Thank you so much。 I want to go Malaysia, you know。 昨日ありがとうございます。あ、ありがとう。バウチね、だいぶ覚えたわ。なんかみんながね、ショールームの時に使ってる名前とかを、あのオンラインの時もね出るんだよ、名前の上にニックネームみたいな感じで。すごいあー、あの人みたいな感じで一致して、すごい楽しかった。一致チッチッデデン。あ、22歳になります。ハッピーバースデー。いや、私さ、ショートズなんかさ、 YouTube のね、短い60秒以内で作る動画を初めて今日やってみたんだけど、多分シーケンスからのエンコードやる時の保存方法のサイズがいつもの YouTube の動画の感覚でやっちゃってたから、なんか一応マネージャーさんと一緒にショートズこんな感じでいいですかねとかちゃんと前もって確認したんだけど、多分マネージャーさんもさ、よくわかんない人もいるから、これもう一回上げ直そうかなと思って、さっきサイズ変えたやつをさ、ファンの人がね、こうこうこうじゃないですかって私がツイッターで聞いたらすぐ答えてくれて、ありがとうございました。これ見てるかわかんないけど、でもそれで、すぐ自分なりにやってみて、で多分サイズうまく変えたんじゃないかなって思ったから、ちょっと今ね、それをねギガファイルで送ったんだけど、まだ返信が来てなくて、もう1時間ぐらいになっちゃうからさ、みんながバンバン見ちゃう前に早く消して取り替えたいんだけど、まだ返信ない。Oh my god。 お菓子の動画をあげたんですよ、海外の。海外のお菓子私食べることなくて、であれは川栄里奈ちゃんにもらって、えいちゃんめっちゃグミ好きだからさ、なんか海外のグミめっちゃ買っちゃったからあげるわって言われて、マジって、なんか YouTube のネタにして、なんかネタになるかなみたいな感じでくれて、Thank you so much って感じなんだけど、それでもらって、そう、でもなんか動画にするほどのなんかこう長さっていうか、なんか違うなと思って、もともとそのグミを A ちゃんがネタとしてどうぞみたいな言ってくれた時に、なんか、あ、これショートズ、合ってんの言い方、ショートズで、あ、これ使おうと思って、もともとその時にひらめいてて、そう、でもやっぱ見やすいよね、優しいよね、えいちゃん。多分まあいっぱい買いすぎて家にあるっていうのもあると思うんだけど、それをね私にさ、そういう感じでくれるっていうのは Thank you って、 Thanks。でもね、まだあの またもう一回上げ直すと思うから、みんなお願い、もう一回、いや、もう3、4、5回ぐらい見に来てお願い、上げ直すことにします。多分上げ直すと思う。もう前髪がさ、なんか私さ微妙なんだよ、長さが今、だから切ったばっかなんだけど、なんかもう一回切りたくて、切るんだったらこんぐらい切りたくて、なんか そうじゃないんだったらもう
もう伸ばす私前髪長いの本当に似合わない。ちよチャンネルこれからも楽しみだ。でもさ、ちょこっとね見たの、コメント、そしたらさ、なんかショートズで合ってんのかな、ショートズチオリ向いてるみたいな、こっち面白い、また定期的にこれシリーズ化してほしいみたいな感じで来てたから、なんか食べ物系とか、なんか食べた時の反応とかそういうのをちょこちょここんな風にショートな動画としてポンポン送っていこうかなと思う。動画とは別にね、合間合間に上げていけたらいいかなって思います。私あんまりよく分かってないよね、そのショートズ、ショートズの使い方は。なんかそう顔丸くない？これがいい、可愛くない？うわめっちゃ可愛い、え見て、可愛くない？ちょっとごめん、多分ね顔がねなんか悪くなった気がする、気のせいかな、髪の毛のせい、なんかね髪の毛ね切ったんだよ、ちょっと毛先が死んでてちょっと切ったの、そしたらさその分さこう短くなるじゃん、なんかあれ、ああいう肉まんみたいな感じになっちゃったから、ちょっと困ってます、 Help me。ご飯食べた、ご飯っていうかねご飯っぽいものは食べてないけど、お腹には何かしら入れた、ちょっと家で筋トレする。インドネシアから来ました、綺麗な人ですね、 Thank you so much, you too。はじめまして、はじめまして。なんかさ、インスタにはね、載せたんだけど、インスタっていうか、ストーリーには載せたんだけど、私がね、前にも一回行ったことがあった、鍼治療のところに一回行ったんです。で、その時ずっと喉が痛くて、そしたらさそこなんか手でかざしてさ私の体を見るっていうなんかちょっとよくわかんないやつやってて、でもなんか前行った時もなんかちょっとここが悪いですねとか、ここの顎がちょっとずれてますよねとか言った時に、確かにここだけ合うってガクガクみたいになるなって最近思ってたの。だからそうなんです、最近ちょっと顎がガクガクなるなって思ってたんですっていう話したりとか、そういうのがあって、でこの間行った時もなんか喉痛いなと思ったけど、それ言わないで行ったらちょっと風邪入ってますねって言われたりとか、だから私最近喉が痛かったり咳したりするんだと思って、だから お薬飲まずにいるんだけど、ちょっとさすがに薬ぐらいは飲もうかなって思ってる。地震大丈夫だった、ね、みんな大丈夫だった。私もさすぐさみんなに連絡したかったんだけど、その前になんか家族 LINE がめっちゃ動いてて、大丈夫みたいな、で妹もこっちいるし大丈夫って、そっちになんか気がいっちゃって、普通だったらなんか Twitter でつぶやいたりしてたんだけど、結構大きかったから、しかも千葉とかだったでしょ、大丈夫かなってなって、結構そっちに気取ってられてたら、なんか大丈夫ですよって言えてなくてすいません、全然大丈夫です遅いけどみんなこそ大丈夫でした、なんか余震とかこれからもあるからみたいな感じでさ、結構なんかバッグに詰めてたりとかしてたんだよ、あの前一回地震があった時に。で用意してたんだけど、結局水常温で置いてたんだけど、なんかリアルに飲む水がなくなった時に、うわやばい水頼むの忘れたって思った時に、あ地震の時に予備にしてた水があったわと思って水使っちゃったので、それで予備のやつ使っちゃってたから、それないのに気づかなくて、実際入れた時に
そういえば用意してたよねって思ったら水入れてなくて、わーと思って、ちゃんともう一回作ろうかなって思った。でもなんかバッグとかの方が、バッグっていうかリュックの方がいいのかなと思って、なんか大きめのリュックに詰め替えようかなって感じですね。本当になんかさ、余震とかさあった時とかさ、みんなね、どうすんのって思いました。なんか何かしてます？地震で私の部屋はちゅーいちゃんグッズの雪崩が起きた。そうだよね、結構揺れたら落ちちゃうよね。そうね、余震あのあとあるかなと思ったけど結局なかったから、なんか安心していいのかなんなのか。ねえ、なんか電車の遅延もう結構あって、今日とかもなんか JR のなんかなんだっけ、爆発それは関係ないのかな、地震なんかそういうのもあったりとかして、結構なんかねトレンドとか私すぐ見ちゃうから、皆さん大丈夫ですか？シール外してない。中西さんタワーマン済みだからエレベーター止まって大変だったんじゃない？そうですね、大変でした。やっぱタワーマンの最上階にいるっていうことで、そうですね。やめてもらっていいですか？遅延、あ。遅延とも言うんだ。いつの間に長い髪型ね、ちょっと切ったんだけど、も最近のエピーと連絡、あ、ハッピーバースデーって送りましたよ。誕生日ガールだったんで。ちょっと投稿し直してるかな、投稿し直してないね。あれどうなんだろう。早く見て、お風呂中の地震だった。お風呂中の地震だった、怖くない？なんかさ、とりあえず服、てかシャンプーだったらやばくない？なんかえみたいな、目つぶりながらみたいになっちゃう。全然関係ないけど新大久保に韓国、あ、ね、思った、韓国プリクラ撮れるところあったよね。でも実際私韓国のプリクラがなんか流行る、こんなこと言ったらちょっとあれなんですけど、韓国のそのプリクラが流行る前にヒョナとかミンジとかと一緒に撮ったんだよ。そう、撮ったんだよ。だからね、それで満足しちゃってね、撮ってない。もしかしたら東京の58階のマンションに住んでますか？いやいやいや、住んでないのよ。住んでると言いたいけど住んでないのよ。だから住めるように頑張ります。そうだ、私もさ、福岡の時に一番大きい地震を経験したから、でもね、ちょっと記憶がないんだよね。卒業式の日だったかな。あ、違うわ、卒業式の日じゃないわ。テレビゲームしてたんだ。
韓国行きたい。カゴシット。最近韓国ではイカゲームでダルゴナを作る映像が流行りになった。何そのコラボレーション、すごくない？何、一つのゲームとしてってことかな。イカゲームおもろいよね。なんかああいうさ、命をかけたゲームとかって人間好きよな。行きたいね。ちょっと私は動画が心配すぎてさ、さっきからチェックしてんだけど、ちょっと連絡がないですね。催促しちゃった。10R。 あ、ね、私さ 10S なのね、携帯。でもさ、13出たじゃん。で、13に変えようかなと思って、もう2年経つし、ちょっとなんか電波っていうか、こうちょっと動きが悪かったりするから。 10S の人います？え、これさ、 10S の人って変えた方がいいのかな。だからまだタピオカもない状態なの。でさ、なんかこの iPhone ケースも買いたいなって思うけど、 10S のさ iPhone ケース買うのちょっと嫌じゃん。どうせだったら新しくしてからその iPhone ケース買いたいじゃんっていうのがあってね、ちょっとどうしようって感じなんだけど。ね、変えたいよね。今買うと入荷結構かかるのか。だからね、調べたんだよ、なんか12と13の違いみたい。ちょっと分かんなかったから。でもなんかそのカメラの機能がめっちゃ良くなったみたいな感じで、別になんか大きな差はないみたいな。それだったら12に変えた方がいいんじゃないかとか、あとギガとかがの大きさが違うみたいな感じだったんだよね。でも私別にそんなたくさんいらないからさ、ね、迷ってるんだけど。しかもさ、プロマックスとかだと20万とかでしょ。パソコン超えてるって。迷うよ。いや、そうなんだよね。あの YouTube のさやつもさ、多分カメラ買うより携帯で撮って平気ぐらいさ、多分なんか映画も撮れちゃうみたいな機能なんでしょ。俺は14まで待つ。え、14からガラって変わるんかな。ちゅうちゃんお話ししてみたいです。いつでもおいで。すぐね、思い立ったらね、ピッピッピーってしたらすぐ会えるから、会いに来てね、お願い。私が会いたくても会えないからさ、みんなが会おうと思って行動してくれたら会えるよ。あ、鬼滅の新シリーズ、大きさ変えたんだけど。
見てないね、誰も。指紋認証ね、指紋認証絶対あった方がいいよね。今マスクしてるしさ、こういちいち顔をこう出さないといけないっていうのが。アップルウォッチとかないの？ないんだよ。ないんです。アップルウォッチあったら、なんかそういうのあったらめっちゃいいよね。欲しいものは新しい携帯か YouTube の、機材も本当は欲しかったんだけど今は我慢してて、あとは何だろう、 Apple Watch、 Apple Watch 買ったけど全然使いこなせなくて、あーそうだよね、私も使いこなせる自信ないな。でも最近気づいた、ファンのみんながさプレゼントとかくれるやん、でそこで嬉しいなってみんな声揃えて言うのはやっぱマスク今日もオンラインの時にマスクなんか大丈夫足りてるみたいな心配してくれてさ、ただいや優しいみたいな、なんかなんでそんな音、なんていうの、身内、お父さんっていうかこう親のようなさ、足りてる大丈夫みたいなさ心配してくれるのと思って、心が温まりました。でてありがとうね、みんな、みんなのおかげで生きられてるよ。トンボだ。秋だっけ、トンボって。奈良の中3のひなです。ちゅわちゃんかわいすぎる、だってありがとう。奈良は鹿に鹿せんべいあげに行きました、修学旅行そしたら誰かが奈良の売店でリアルな刀を買ってたそれいるって思いながら買ってる男の子がいました。今行きたい場所、行きたい場所いっぱいあるけど、やっぱ海外に行きたいかな。日本を飛び出て、なんか行っちゃダメとか言われると行きたくなるね。だからもう海外はいっぱい行きたい。韓国もそうだし、もうヨーロッパ、アメリカ、もういろんなところに行きたい。あと、まあ、台湾とかね、タイとか、海外にいるメンバーにも会いたいし、いっぱい行きたいとこある。ザラ購入品またやってほしいねえ。ザラ結構好きだし、買うとしたらザラとかになっちゃうから自然と買っちゃうからね。全然私もしたい。ザラ買っときゃマジでおしゃれになるから、本当に困った時はザラ、本当
前髪あったら美人見える。え、今前髪ないんだけど大丈夫そう？テンチムの私めっちゃ見てる。テンチムの YouTube 今海外のなんか行ってて、いろんなハプニングとかもあって、なんか海外に行けない分そういうの見るとすごいなんか、あ、海外めっちゃいい、こんな感じなんだ今みたいな感じで楽しめるから、めっちゃ今の楽しみ。テンチムの YouTube 面白い。昨日初めて行きました。楽しかったです。なんかね、嬉しかったことがあってね、さ、初めてね来てくれた人がね多かったの。特に昨日とか、あ、初めましてみたいな、なんか YouTube 見て好きで来ましたとか、なんか YouTube から入ってくれた人とかも結構いて、え、嬉しいと思って、そっからなんか何人か、何人だろう、4、5人ぐらい、結構、そう、めっちゃ嬉しかった、ありがとうございます。ぜひまた遊びに来てください。あれ、ちょっと入れ替わる動画面白かったね、ありがとう。今日もククルンが話しかけてくれて、あれめっちゃ面白かったですって言ってて、え、ありがとねって言ってお話しした。あさってイケア行く、いいなー、調理もイケア行きたい、いっぱい買い物したい。お久しぶりって、お久しぶり。AKB 選抜は YouTube が300万再生でバズるかなりたいな、どっち。おー、いやー、それはまあね、今 AKB にいるので両方ですね、当たり前に両方。結構 YouTube のコメントも読んでるので、みんなコメントボン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 しちゃってね。多分変えることになると思います。皆さん、YouTube 新しく更新されたら見てください。ブラックジャガーめちゃくちゃ千代ちゃんの声するんですけど、どこで歌ってます？気づいてよ、千代が歌ってるところ。でも大体私ね、レコーディングの時ね、声使われることめちゃくちゃ多くて、だからなんか、例えばブラックジャガーで言ったら、じゃがあーあーみたいな最後のあーみたいなところとかすごいなんか使ってくれることいっぱいあるので、そういうところもめっちゃ聞いてみて、父親の声めっちゃするやんっていうのあると思う。あー、多分無事にみたいね。あー、でもね、分数刻むコメント私めっちゃ見ちゃうし、その場面見ちゃうからそういうの嬉しい。YouTube でそこに飛べるんだよね。最近 YouTube のコメントの晩酌が可能になったよ。え、どういうこと？え、韓国語で読みたいとかだったらできるんかな？
主演の声する。うん？何？1時間したらやめようかな、今日は。秋はなんかお花のギフトが多い？そよ風吹いとらん。うん、暑いけんこのダイソンしてる。こんばんは。はじめまして。ゲーム実況してほしい。私あれやりたいんだよ、アマンガス、アマンガスしたいんだよ実況。でもいろんな人とやんないといけないから、メンバーとやりたいんだよね。ミーヨンとか結構やってるから、それをね実況してる人を、アモングアスです。アマンガスって呼んじゃう。アモングアスをやりたくて、それをメンバー10人ぐらい集めて実況配信してっていうのをちょっとやってみたいなっていうのはちょっとあるんだよね。でもいろいろ必要じゃん、ゲーム実況やるってなったら。ちょっと難しいかなとは思ってるんだけど、あとはね、何やりたいかな。デッドバイライト苦手なんだけどね。ああいうの見るのは好きなんだけど、自分がやるってなったらキャーって言っちゃうし、あと青鬼もやりたい。ねえ、ゲームやるってなったら結構準備が必要だから大変かもね。ねえ、公園行きたいよって。みんな公園来て、しおもそのうち出る。マイクラしてほしい。マイクラってなんだっけ、あれ聞いたことある、あれマイクラなんだっけ。チオ出るかも。ダイエット頑張らなきゃね。マインクラフト、なんだっけ、マイクラってなんだっけ、なんで私忘れ。違えた。あ、四角いやつ、これさ、この青鬼バージョンってあるよね。それなんか見たんだけど、ちょっと気持ち悪い気持ち悪いやつ。ゲーム好きなんだよね。
ゲームしたいんだよね。体力つけんといかんからさ。なんかおすすめのゲーム他にあったら教えてください。やりたいんだよ。やりたいんだけどね。いろいろ準備とか大変じゃない？サンテコをやるときさ、小指こうなるよね。押さえたらいけるか。テトリスは好き。消えてしまう。もしかしたらフェイクニュース。熱盛しよう。全然やってない。絶対ゴキブリいっぱいいるわ。私の熱盛ライト持ってんだよ。スイッチライト、それしか持っとらん。消えてしまう。トゥルル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 。遊びに来たよーって。おそうせよ。ゲーム実況がもしできるんだったらもちろん YouTube でやりたいとは思ってる。ゲーム実況するとしたら専用チャンネル作る。でもさ、専用チャンネル作ってる人もいるもんね、ゲーム実況用のね。いやでも私はそういうのはしないかな。マリオ系のゲームも大好き。特にマリオカートは負けない自信がある。負けない自信がありすぎて、なんか頑張ってやりすぎて目がいつもカピカピ。そうだね、実況は結構厳しいかな。整ってないと難しいですね。牡蠣いっぱい、なんだっけ、
あ、メールも送るし、みんなメール見てる？プライベートメール。ちょこちょこ。てか結構最近はね、送ってる気がする。今日も送ったし。じゃあ今日のお弁当送る。配信しながらメール送るね。これがお昼ご飯だよ。私の好みだったよ。送ったぽよ。最近爪の皮がよくむけるんです。なんで？こっちも嫌だ。なんかここにいいの知りません？オンラインお話し会苦手な人なんですか？オンラインお話し会が苦手な人は逆にたくさん申し込むことによって克服することができます。なので、あ、私オンラインお話し会ちょっと苦手だな、はぁーってなったら、自分の気持ちとは裏腹にその分、あの、嫌だなって思う分取ってみてください。状況がすごく変わります。やっぱ試してみて考えてください。そうあなたに言いたいですね。カルシウム取ってる？何の心配？骨？カルシウムは取ってるけど、カルシウムってどっから取れんの？カルシウムは牛乳？豆乳でも取れますか？カルシウムは。もし豆乳でもカルシウムが取れるのであれば、十分すぎるほどのカルシウムを取ってると思います。オンラインお話し会のいい練習方法を教えて。例えば家族でもいいです。家族とテレビ電話をしてみてください。テレビ電話をして、あ、今日こんなことあったんだ、疲れた、何してんの、あ、そうなんだ、へえ、これだけでいいです。そう、まるで家族に話しかけてるかのよう。それがちょっとこう自分のね、好きとか感情が入った、何かしらの感情が入った人になるっていうことなの。例えば、まあ一番近い存在なんか彼氏とか彼女とかかな。まあいなかったらごめんね、いなかったらごめん、ごめんなんだけど、なんかそういうのを想像してみて、ちょっとテレビ電話するっていう状況で練習ができるかなって思います。親に聞かれるのが恥ずかしい。私は、お、何を？今ね、食欲がね、すごいの。女の子はわかるでしょ？こういう時どうしたらいい？でもね、あさって撮影か、あさって撮影なので変なものは食べられないんですよね。
明日は動いてなるべく食べないようにするつもりでございます。それでは皆さん、さようならの時間です。見てくださってありがとうございます。皆さん、これから夜ご飯かな、美味しいご飯を食べて今日一日の疲れを取ってください。今日は昨日今日オンラインお話し会来てくれた人、これから来ようとしている人、これから申し込もうと思っている方、ぜひ来てください。そしてありがとう。ということで、読んでいきます。13位、上森。12位、キノコ。11位、玉親父。10位、マナティ。9位、ハンガーダンです。ありがとうございます。8位、林さん。7位、猫とラーメン。6位、ベロニカ。5位、カミツン&千代の王子様。4位、一条寺光。3位、カズノコ&中西卍会。2位、サトル岡田。1位が生子推しヒロ加工加工ほめピッカリンあとマシモーズです。皆さんありがとうございます。遊びに来てくれてゲリラ配信なのにごめんね。何時何曜日ここ集合って言えばよかったんだけど皆さん、そんなゲリラ配信見に来てくれて嬉しいです。いつも私はショールームゲリラ配信になってしまうので、ルームフォローしといてください。ルームフォローしとくと通知がいくので、どんな時でもあ、ショールー勝手にまたゲリラ配信してるって気づきます。なので皆さんぜひ登録しといてください。じゃあ皆さん、土日が終わったということで、皆さんにとっては休日をね、私に使ってくださってありがとうございます。なので、まあ明日からお仕事本当に頑張ってください、ね、今世の中ちょっと大変ですけれども、皆さんそんな中でもあなた一人ではなく皆さんと一緒に頑張ってるんだっていうことを思い出しながら、一人じゃないということを感じながら頑張って仕事をしてください。よろぶん、チンチャファイティン、エアファイティン、頑張ってね。ということで、皆さん今日は私のこの配信、いきなりゲリラ配信を見てくださって本当にありがとうございました。次いつやるかな、12するかも、可能性としては12が高いです。12がするかもしれません。なぜならばメイクをしているからです。仕事が終わってメイクをしているからです。ということで皆さん、もしかしたら12日ゲリラ配信があるかもしれないので、忘れずにフォローしておいてください。じゃあよろぶん、チャルジャヨ。皆さん見てくれてありがとうございました。おやすみ。お仕事頑張ってね。あ、そう、チョリタイムの日なので皆さんいっぱいツイートしてください。いていくので、ありがとね。12日毎月12日チョリタイムありがとう。おやすみ、バイバーイ。